高専入試、学力入試対策。こちら、数学の紐の最短距離の求め方、やっていきましょう。それでは早速、100%正解法。ある程度、自分の中でね、決まったノウハウを持っておくこと、大事です。それでは、例題です。このような問題出された時、どういう風にアプローチすればいいでしょうか。紐。 もしくは、立体における2点間の最短距離というのは、やはり、展開図を書いて、2点をそのまま結ぶ。こちら、塾だったり学校で教わると思います。で、念のためにね、少し言っておきますけど、三平方の定理まで使える人がね、えー、見てくれるという前提で動画作ってますので、もしまだ三平方の定理知らない人はね、他の動画とかで勉強してきてください。それでは、紐のね、最短距離ときたら、展開図を書いて、2点をそのまま結べ。 こちらを基本に一緒に勉強していきましょう。それでは早速、こちらの問題ね、まず取り組んでみてください。皆さんが一時停止をして取り組んだ前提で一緒にやっていきますのでご注意ください。それでは、皆さんが解いた前提で回答解説出しちゃうのでネタバレ注意です。それでは展開図を書いて2点間を結びましょう。そして分かることをどんどん書いていきます。母線が9センチ、そして底面の半径が3センチなので、その底面の円周が 6π。 ということは、その底面の演習にちょうど重なっていた、この扇形の弧の長さも 6π ということがわかります。ちょうどね、こうくっついていたので同じ長さということはね、これまで中1、中2の演習でも使ってきたと思います。そして次がね、難しいんですね。そう、この問題を解くためには、ここの中心角、APA、APA、まあ、これ APA の中心角欲しいですよね。じゃないと、面積とか弧の長さね、えー、出せませんし、どうすればいいでしょうか。ね、ここのね、この 角度がわかれば、この三角形に関する情報がもっと出せるかもしれません。じゃ、この、このね、中心角をちょっと求めておきましょう。じゃ、手がか,かりがありません。どうすればいいでしょうか。そう、僕はね、この、これが一つの解き方かなって思いました。ちょっとね、問題文まで、この図形が重なっちゃって申し訳ないんですけど、こんな感じでね、まん丸の円だったとしましょう。半径9センチの円がまん丸満月あったとしましょう。 で、これが欠けてる状態がね、扇形 APA なわけです。扇形 APA っていうのは、このまん丸満月の、この欠けてるね、状態だったというふうに見ます。そうするとですね、ここの扇形は 6π です。そして、この丸くね、勝手に自分で補助線を引きました。この円の円周の長さは 18π なわけです。これね、18π です。これなんでかっていうと、2πr でね、2πr の r に9を代入したら 18π になります。そうするとね、わかるんですね、この中心角が。なんでかっていうと、そう、これの式見たらわかりますかね。実は、扇形のこの個の長さと、 もともと同じ半径である円のね円周っていうのはこの中心角とね比例するという定理があります。これを使いますね。じゃあ 6π 対 18π だったら1周分である360度ねこれ円の中心角。円の まあなんて言ううだろう中心角っていうのかな円の中心角はわざわざ言えば360度なわけだから、この扇形のね中心角を x と置いたらこの式が出ると思います。じゃあたまたまこれはね1対3、1対3という風に出たので、これね、中心角120度って出ると思います。ということでね、欲しい状態、欲しい情報が得られたので、欲しい情報が得られたので補助線を取り除きます。 そうするとね、これ二等分線ね、引いたらちょうどね、角が二等分されます。なんでかっていうとね、これはあの二等辺三角形だから、ちょうど頂点から下にね、水線を下ろすと半分にしてくれます。よって、これね、60度、30度、90度の、60度、30度、90度の有名な三角比が使える三角形ということが分かったので、1対2対ルート3、1対2対ルート3、こちらをまあ、築けて、で、晴れてこちらのね、長さが出るわけです。ここの長さ、ルート3の比を持つところの辺が、 2分の9 √ 3、2分の9 √ 3、出ましたね。ということで、これを2倍したら答えですね。A と A、ここの紐の長さが出るということです。はい、ということで、こんな感じで解いていきます。 それでは、類題を解いていきましょう。まあ、同じような感じでね、あの母線の長さと半径の長さがちょっと変わりました。ただし、ここのね、四次元ポケットみたいな、ドラえもんの四次元ポケットみたいなところの面積を求めなさいという問題です。それでは、どうやって解きましょうか実際に一時停止をして解いてみてください。それでは、皆さんが解けた前提でね、あのこちら解答解説出していくので気をつけてください。それでは、さっきと同じようにやります。同様にして、同じように補助線を引いて、で、ここが6倍ですよと。 で、えー、全体がね、16π ということが分かっているので,で、これはどうすればいいのかという話になりますね。うん、どうしましょう。はい、ということで、えー、同じようにして、はい、中心角135度出ますね。あこれ 簡単ですよね。全体が 16π で、ここのね、扇形が先ほどと同様にして 6π ということが分かっているので、八分の三ということが分かりますね。この比が八分の三だから、まあ、135度。中心角出ました。でも、ここで気づけるのが、135度なので、先ほどみたいに、有名三角比を使って、このように二等分して出せないんですよね。有名三角比ではないので、さっきの問題みたいにこのように綺麗に出せないんですよ。で、今回135度っていうのをどうやって使うかっていうと、これね、180度から引いたら45になるんですよ。1 8 0十五百八十引く百1 3 5, 5は45度なんですよ。これを使いたいんですね。 じゃどうすればいいかっていうと、こういう補助線を引きます。こういう補助線。こういう補助線を引くとどうなるかっていうと、ここの白い三角形の面積を出せれば、全体の扇形から白い三角形の面積引いたら出るよねってことは気づけるはずなんですよ。だから白い三角形の面積出したいわけですね、今。白い三角形の面積、PAA' の面積欲しいなっていうふうに思っています。じゃあ求めにかかりましょう。どうするかっていうと、PA を底辺とした時の高さが出ればいいじゃないか。ということで、この補助線が引け,引けるんですね。じゃあどうやって解くのか見ていきましょう。 はい、実はこれね、45度90度45度だから、1対1対ルート2の直角三角形です。で、どうなるかっていうと、ここが4ルート2、4ルート2という風にわかるので、そう。 ここの白い三角形の面積、PAA' の面積っていうのは、このね、緑が底辺で、高さが4ルートに、ここの、ここがね、実は高さというふうに見ることができるんです。なんでかっていうと、底辺に対して直行する形で、この三角形の頂点 A' から水線が引かれている。この水線の長さがちょうどここになっているから、高さと見ることができるんですね。気をつけてほしいのが、A'P、もしくは PA'、この PA'8 センチが高さってやっちゃダメなんですね。これは高さではありません。定義としての高さは、ここの、 底辺に対して直行する形で、この三角形のね、底辺を含まない頂点から水線を下ろすと。 で、ここの破線までの水線の長さが高さ。だから4ルート2が高さなわけですね。で、これを公式にのっ,って、こう、ね、これね、計算すると16ルート2。うん、この面積は16ルート2というふうに出ることが、えー、出せることができました。じゃ、これね、そのままね、計算してあげましょう。扇形からこの白いね、三角形、えー、を、あの、バンダナみたいなやつをね、引いてあげましょう。そうするとどうなるかっていうと、24π-16 ルート2。もちろんこの 24π っていうのはこの扇形ねあの、自分で勝手にこれ計算して途中式省いてますから気をつけてくださいで。答えはこちらです。途中式出すと、これね、扇形の途中式はこうなります。はい、ということで以上です。24π-16 ルート2でした。 ということで引き続き問題解いていきましょう3問目です全部で4問ありますねそれではこちらね紐の長さと AP の長さを出してみてくださいそれでは皆さんね一時停止をして解いた前提で解説回答していきますのでご注意くださいそれではやっていきましょうこちらの問題解説していきますまずですねこの展開図書かないといけませんねこの DF、まあ、紐の長さがちょうど一直線で引ける見通しがいいようにあ展開図が引けるといいですね だと向きを逆にならないように気をつけてください。じゃあ行きますね。前提条件を書き込んでいきましょう。DFE が DF イコール10、EF イコール6なので、まあ、まず確認します。与えられている条件を、まあ、書き込んだり確認をします。そうするとですね、3平方の定理より、まあ、FD っていうのは100プラス36をルート引っ掛けてあげて、結局のところ2ルート34というふうに出ると思います。これは簡単ですね。この三角形ね、DFE というふうに見て、DF のね、長さすぐ出る。え、DF? これ DF じゃないよな。DF?DE か。これ失礼しました。DE ですね。DE が10センチ。 で、EF が6なので、で、これそのままね、あの三平方をかけてあげたら OK です。ちょっとこれ訂正しますね。ごめんなさい。そう。だからこれはすぐに解けるというか、ね、すぐに出せる問題だったかなという風に思います。まあ、展開図を書いてあげて三平方を使ってあげるということになります。えー、ということでね、続きいきましょう。で2問目かなうん、ここを P とした時の AP の長さを求めなさいという問題です。それではやっていきましょう。じゃ、これ AP の長さ。うーん、これはね、掃除使いたいですよね。これちょうど砂時計型のね、えー、一つ、二組、二つのね、二つ一組の三角形があるから、これ掃除使いたいですよね。で、これ2対8っていう,うに与えられているので、1対4の掃,除だとここの掃除 使いましょう。だからここも1対4ですよね対応する辺の比も2対8すなわち1対4ということで計算しましょう AB の長さに5分の 4AB の長さに5分の4全体分の4をかけてあげましょうそうすると 6×5 分の4で、えー、そのまま計算してあげたら簡単ですねはい5分の24こちらが正解になります <music> でここまでね、ウォーミングアップみたいな感じです。それでは次行きましょうね。これ最後の問題です。頑張っていきましょう。ということでね、これも展開図を書くのだろうけど、しっかりと展開図を書くことができるでしょうか。はい、それではね、どうでしょうか。これ最小となるとき、長さの和が最小なので、ちょうどね、一直線で結ばれている前提で展開図を書いてあげてもいいと思います。はい、それでは行きましょう。答えね、もう表示するので気をつけてください。答えはこちらです。展開図を書きます。で、これね、ちょうどこのね、 なんて言うんだろう、だろ赤い線はね、まず考えずに展開図を書いてみてもいいかもしれないね。これにとらわれて、ちょっとねど、どっちに折り曲げるんだろうとか、頭こんがらがっちゃう人いるから、うん。で、全部展開し終わった後に、なんか B と D をそのまま一直線で結んであげるってやり方でも OK です。それではね、あの前提条件書き込んでいきましょう。はい、これね、簡単です。ね、5センチと6センチ与えられている長さをそのまま書き込みました。で、他にね、なんかわかることないだろうか。三平方使いたいですよね。三平方使うためにはどうすればいいでしょうか。うーん。 じゃあね、僕はね、こう考えました。ここにね、補助線を引いて、三平方無理やり使ってあげればいいのかなっていう風に思いました。まあ、ここね、二等分線引いてあげたら、どうなるかっていうと、ここ3センチですよね。二等辺三角形ですよね、ABC っていうのは。三角形 ABC は二等辺三角形だから、この底辺をね、二等分してくれるので、ここ3センチです。だから GB も3センチってわかります。で、もう一つね、この AG ってところの長さがわかればいいんだけど、これ有名三角比で出せますね。5、斜辺が5。 で、底辺が3。で、高さが分かってません。これね、4ってすぐ出ますね。4。3対4対5。有名三角比です。で、この有名三角比を知らない場合でも、三平方を普通に使って AG を求めてあげてください。25-9で16って出ると思います。はい。ということでね、えー、これ役者が揃いましたので、ここだけ書き抜いて三平方を使ってあげると、はい、こちら出ますね。b d っていうのは100プラス9でルート109。いかがだったでしょうかこんな感じでね、えー、最短距離と言われたら、展開図を書いて三平方なり掃除を使って求めていく。というふうにすると有効かと思います。それでは、今回の授業を終わりますね。 最後、候補だけ挟ませてください。今回みたいな授業動画、たくさん再生リストに掲載して、何でもね、あの受けれるようにしてますので、どんどん使い倒してください。合格に近づきましょう。で、推薦入試の攻略動画とかね、あちょっとごめんなさいね、これえ、攻略動画とか、あとね、情報とかもたくさん動画作って、 再生リストに載せてますのでこちらもご利利用ください有利に進めらられますでこちらも実際の受験生がねアンケートでたくさん答えてまとめている、まあ、過去問データブックこちらもねすごい売れてますね今あのたくさん購入してくださっていますこれあるとないじゃあねかなり変わりますからあこれ必ず手に入れてねあの推薦入試を有利に進めてみてくださいでこちらもねあ,のあともう1枠2枠ぐらいで締め切ろうかなと思ってるんですけど、えー、推薦入試対策マンツーマンサポート指導ですねこちらどういうおサービスかといいますと動画でねお返事添削するというサービスですねでこれは小論文とか作文とか面接とかを取り組んでいただいてそれを画像とか動画で添削するというサービスですね 提出していただいたただ後に私がそれを添削して動画でででででおおお返事をすすすするるとと本番まままま無制限のめちゃくちゃゃく得得なななサービスににっててかなりお得です、えー、合格レベルまで一気に引きき上げることができますそして最後、動画講座ですね。今回みたいな授業動画を80時間、100時間、えー、どんどん、ね、やってますので、えー、合格レベル8割、9割、本番取りたい方はこちらね、受講してください。皆さんのチャレンジね、お待ちしてます。ということで、今回ね、こちらのテーマに関して授業させていただきました。他にもね、どんどん授業していったり、えー、高線入試にね、使えるような情報とか考え方発信していきますので、よろしくお願いいたします。それでは、今回の動画終わります。あなたの選択肢に。 PDCA School Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.